イクチオレステスは、約5000万年前の水陸領域に生息していた、四つ足の哺乳動物。資源的クジラのグループであるパキケツスカに属する。属名は古代ギリシア語、イオタカイシータウプシロン、サカナトラムダイータシグマタウイータ、盗賊、強奪者との合成語。中国語名は、ウオチュウジュウ。中ジュウは、中ズメジュウの略で、 以前には禁煙とされていたメソニクス類のことである。化石はパキスタンで発見され1958年に記載されている。本種の生息当時この地域には遠浅のテティス海が広がっており高温の時代にあって生物量の豊かな熱帯の海であったと考えられている。ただしその形態から彼らの主たる生活圏は 海中ではなく、水辺にあったと思われる。陸生に適した種子を持つ、資源的なクジラのグループであるパキケトゥスカに属する、イクチオレステスは、基地で最古のクジラとされるパキケトゥスに近縁で、約300万年ほど新しい。カの中では、最後の種である。体の大きさは、キツネ程度と、どうかでは、最も小さい。基本的には肉食で、小動物や、魚。 昆虫を捕食していたと考えられる。彼らの生きていた時代、同じ地域には海への適応進化を一歩先へ進めたアンブロケトゥスカがすでに生息していた。それはパキケトゥスカから分化したものであろうとされている。ありがとうございます。